トラピスト -1E は地球から見て水がめ座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星トラピスト -1 のハビタブルゾーンの内側付近を公転している岩石室の太陽系外惑星である。ベルギーのリエージュ大学の天文物理地質研究所のマイケル議論をはじめとする天文学者チームはチリのアタカマ砂漠のラシア天文台にあるトラピスト 望遠鏡を用いて、恒星トラピスとマイナス1を観測し、周回する惑星を探した。トランジット法を用いることにより発見した。二千十六年九月十九日から九月二十日にかけて、スピッツァー宇宙望遠鏡がトラピスとマイナス1を観測した際に発見された。発見時には、すでにトラピスとマイナス 1K には、トラピスとマイナス 1B、トラピスとマイナス 1C、 トラピスト -1D の3つの惑星の存在が知られていたが、この時のトラピスト -1D の光転周期などの軌道要素が確定されていなかった。しかし、次の観測で D の確定しなかった軌道要素が、トラピスト -1D、トラピスト -1E、トラピスト -1F、トラピスト -1 グラムの4つの惑星によるものだったことが判明した。 トラピスト -1E は地球の0.918倍の半径を持つ地球型惑星である。質量は2月の発表では地球の0.62倍と推測されていたが4月の発表では0.24倍となっている。また半径と予想される密度から重力は地球の0.74倍になると推定されている。主星のトラピスト -1 からは 約 0.02817au 離れておらず、これは太陽系で最も太陽に近い惑星彗星までの距離の約13分の1しかない。しかし、主星のトラピスとマイナス1が超低温 Y 星と呼ばれる恒星の中でも最小級の分類に属されるため、主星から受ける熱やエネルギーはそれほど大きくないであろう。高天周期は約6日で E、D イコール3。 e, f, イコール 2, 3という軌道共鳴の関係が見られる。トラピスとマイナス 1e はトラピスとマイナス1のハビタブルゾーン内に位置している可能性があるとされ、表面温度は 251k で地球より低いことになり、水が氷に凍ってしまう温度になるが、これは温室効果を全く考慮に入れない場合の値である。温室効果を考慮しない有効温度では、 地球も 255K と表面に液体の水は存在できない温度となるが、実際の平均温度は 288K である。ゆえに、トラピストマイナス 1E も地球のような温室効果、もしくはアルベドの値による大気中の雲の量によっては表面に液体の水が存在する可能性がある。また自点と公点の同期が発生しているとすると、 惑星の片面は常に恒星にさらされるため、氷が溶けて海を形成しているかもしれない。この条件が整っている場合、生命が誕生している可能性も考えられる。しかし、時点と公点が同期していれば、惑星全体で昼側から夜側への強風が吹き、地球とは環境が大きく違っている可能性もある。 地球にどれだけ蘇生が似ているかを示す絵師の値は0.86である。ありがとうございます。